阿波大和財団設立記念パーティーに参加させていただきました。去る4月14日の日曜日に徳島クレメントホテルで開催された阿波大和財団設立記念パーティーに参加した結果を報告させていただきます。遥か遠くの古に思いを馳せ、神々として祀られるご先祖様たちとの絆を感じ取る。と、同時に、阿波の国徳島県の魅力を世界に向けて発信される。実に素晴らしいことです。開会前に、元駐日イスラエル大使のエリ・コーヘンさんに会えて感無量です。開会です。阿波大和財団理事長の玉野勝彦氏の理事長挨拶です。続いて来賓挨拶です。まずは徳島県知事の後藤田正純さん。さらに天皇即位祭礼の大嘗祭で用いられる新田絵を聴診できる唯一無二の宮良感度の三木信夫さん。さらにさらに、古代のユダヤと日本の風習、文化を研究されている、元駐日イスラエル大使のエリ・コーヘンさん。来賓祝辞の大鳥は、世界のすべての宗教は実は一つである。との研究をされている神戸平和研究所の曽馬浩二会長さん。来賓祝辞に続いて競技代表挨拶では竹岡誠二さん、島勝慎一さん、笹川英二さん、表広洋さん、および三村隆則さんが壇上挨拶。続いて理事代表挨拶です。香川信子さん、玉野勝彦さん、笹田隆さん、久保誠二さん、山本隆弘さん及び福山雅弘さんが壇上での挨拶です。前段最後は、コート大和は阿波だったの著作紹介で、阿波大和財団副理事長の笹田隆さんの説明解説がありました。私は、所用のため、この時点で退席させていただきました。この素晴らしいパーティーを、わずかな会費にもかかわらず、立派に開催された主催者の方々に感謝するとともに、たくさんのお土産まで用意してくださっていたことに驚いています。ありがとうございました。余談ですが、来賓の、後藤田正純徳島県知事の大おじさんの後藤田正春さんの講演を拝聴したことがあります。昭和55年の10月に当時の竹市康信徳島県知事の招聘に応じられた。当時の後藤田自治大臣が講演してくださいました。戦前の内務官僚は台湾や朝鮮半島に赴任する際には二人に一人が三次忠告という本を胸に抱き、赴任していったそうです。このため、内務官僚は内地との区別なく、清廉潔白で、かつ自分の与えられた職分を果たすために満身の努力を怠りなく続けていたとのことをお聞かせいただきました。私はすぐにこの本を購入し、異変散絶したのですが、短い文面の中に広がる宇宙のように広大な論理展開に四苦八苦したものです。新しく国土となった地域に内務官僚を赴任させていたことからわかるように、私たちの先祖には植民地支配という概念はなく、これらの地域に帝国大学をはじめとする数々の学校を建て、数多くの教育とインフラ整備を行いました。我が国が、これらの地域が、戦後、西欧支配から独立し発展するための、礎を築いてきた近現代の歴史も、
後世に伝え続けるべきではと考えています。ご視聴ありがとうございました。Thank you for your viewing.